福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを6番バッター福留、ホークスヒットとフォアボールでピンチを広げています。さあ同点のストレート打った、ファーストうまくさばいて二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナー三塁と変わります。バッターボックスには山川が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうです。いい当たり、レフトの深いところ落ちた、セカンドランナーホームイン、ホークス追加点を挙げました。2対0になりました。さらにリードを広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。まだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。膝元をつきましたが外れました。見逃し三振、試合終了。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。